はい、皆さんご機嫌よろしゅうございます。日本の読むの世界へ、日本文化紹介型ジャパンマークです。今日の老舗の一品は田中外場ワークスさんの最後の一粒まで取り出しやすい米びつでございます。というわけで、田中外場ワークスさんは大正元年創業のですね、東京の日の出町っていう西多摩のですね、外場屋、あのもみですね、もみってあの木があります、もみの木ってありますけど、もみの木製品の老舗さんでございます。まあ何て言うんでしょうかね、その外場っていうもののニーズが、今もありますけれども、それ以外にも新しい商品作りをしたいということで、まあ、今日のご紹介するやつとか、米びつなんですけど作ったり、新しいですねデザイン製品を生み出してらっしゃいます。結構かっこいいので見てください。はい、では早速見ていきましょう。これまあもみの木でできててですね、あの基本的にもみの木ってまあフェットンチッドが出ててですね、フェットンチッドわかりますかね、あの森とか行くとね、木から出てるわーという成分でする、体にいいよってやつなんですけど、まあ、防虫効果とかもまあ、期待できるわけですね。はい、というわけで中身の方をね見ていきたいと思うんですけれども、これね、米びつなんですけれども、すごいいろんな工夫がされておりまして、じゃあ蓋を取りました。で、これもね、仕分けしてあるんですけど、はい、これねちょっとここに斜めの線入ってるの分かります？こんな感じで実は中に傾斜がついてまして、このコーナーに向けてこう斜めになってるので、お米がですねギャーッと集まっていくわけですね。なので最後の最後、お米の最後の使いたいよっていう時はこれ、ここが分離できると。うおー、すごい、ここに最後のお米が溜まってますっていう、そういう便利構造なんですね。これ伝わるかな、これうまく伝えたいんだけどまあ残ったやつがですこういう角っこに残るんですけど、その残ったやつをこうやって引き上げると、こういうふうにお米が、最後のお米が入ってますっていう、そういうことなんですね。なので、この、まあ、そもそもですね、外ワークスさんのこの木を扱う技術みたいなのがあって、その上で、こういった新しい米びつみたいなものをお作りになられております。このもみの木でできてて、サイズがね、これ幅が 31.5cm で、21cm の奥行きで高さが 19cm ですよっていうことでございますので、ぜひ皆さん、使ってみてはいかがでしょうか。ということで本日ご紹介させていただいたのは田中外場ワークスさんの最後の一粒まで、これですね、取り出しやすい米びつでございました。お買い求めは概要欄のリンクをクリックいただくか、老舗通販ネットで検索をお願いします。また高評価、LIKE ボタン、シェアやコメントもお願いします。日本の良いものを世界へ、伝統の良いものを現代へ、博多ジャパン、登録よろしくお願いします。マークでした。